メラの方を見てください。3、2、1、はい。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、アウトドアファミリーです。はい、本日は、はい、新幕入手いたしましたので、はい、ご紹介したいと思います。その新幕はこちら、なんと2980円のテントです。はい、それでは早速初張りの方したいと思います。はい、はい、テントこの本体だと思いますね。はい、あとこちら、こちらはですね、よいしょ、細っとかね、ポールが2本入ってました。はい、またもやこのペグさっきのロゴスのやつと同じじゃない、これ。もうちょっと細いかな。もうちょっと細いか。はい、でこちらですね、ペグが4本入ってました。はい、以上の商品構成となります。はい、かわいらしいね。はい、大きさ、はい、大きさの方はこちらになります。本物のテントだね、これね。いや、本物のテントなんだけどさ、うん、こんな感じですね。はい、刺すだけ。で、フライシートですね。フライシートがここありますんで、フライシートを。はい、こんな感じ。そんな感じ、ね、チョコちゃん、マイテントどうですか？いいね、これで虫が入ってこなくてね、チョコちゃん。ねえ、虫入ってこなくていいね、チョコ。ねえ。ねえ。それでは、晩ご飯を作りたいと思います。はい、皆さん、夏といえば、キャンプといえば、その通りです。それを作っていきたいと思います。はい、カレーって言いなさいよって話です。夏といえばカレー、キャンプといえばカレー、ということで、はい、カレー作りたいと思います。はいはい、じゃあ今日は、はい、ナスのカレーを作っていきましょう。あ、ナスのカレーだそうです。はい、ナスカレーという。はい、ナスカレーですね。はい、まずじゃあナスを切っていきましょうか。はい、2人なんだよね。2人分だよね。2人分だよ。結構量難しいね。2人分って難しいよね。難しい。父さん、手伝うのありますか？じゃあ、ナス切ってもらおうかな。ナス切れるかな？切れる。ナス、はい、ナス。これ落としてもらって。これを落として。うん、そう。で、これ半分。いや、いやいやいや。いい、これ、これを取って、これ、ヘタ。あ、ヘタを取って。うん、いいな。ここ。うん、おお、なん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 。なん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 。こういった感じ。で、これを回して、もう一回。そんな感じで短冊切りだ。いや、乱切りですね。こっちから切ったか。グリーンだよ。はい、ね、ナス切れました。ナス切れましたね。はい、ナス切れました。はい、はい、どうですか？バッチク、いい感じですね。バッチク。玉ねぎも、うん、玉ねぎも切るね。これ、これどこやる？これ。あ、そしたらね、この中に入れちゃう。この中に。うん。これで。うわぁ、絶妙な、はい、絶妙なコラボレーションですね。はい。で、これこう切る。そうです。はい。で、ここ今ね、うん、切ったと同時にこれ皮を少しだけ剥くのがポイントです。ポイントですね。たまたまできたわけじゃありません。はい。はい、いいのか。なんかおままごとしてるみたいな。時間倍かかるべたで。芯取るって言ってたから、これまず半分に切りますね。まず半分に切って、ここです。ここに芯があるから、はい、この芯をよいしょよいしょ、ね、こんな感じで芯を取ります。はい、結構大きいですよ。何大きいの？はい、これで、おお、すごいですね。うん、これから、はい、で、
です。何でっかいの？結構大きいよ。何？もうちょっとちっちゃく切れると。そう、本当ね。ここだけここまででね。男料理だから。はい。でこれこうで、はい、こうでいい、うん。はい、いいですよ。ね、でこれこっち向けて、はい、こうでいい。はい、いいですよ。はい。で向こうが、はい、これが、うん、こうで、はい、こうで、はい、向き変えて。はいこれでいいんです。はい、いいですもうこれで玉ねぎが切れました。はい、ね、はい。そしたらしめじですね。しめじですね。はい。しめじ、はい、しめじです。おお。しめじはね、全部入れたら多い。これはもうあの全部入れたら多いから半分ぐらい。多いですね。はい、半分ぐらいでいいです。はい、これは。これで半分ぐらいかな。はい。ね、はい、それでいいですよ、はい、これ切りますか、はい、こうこれ洗いましょうか、一回洗いますね、はいはいはい、このコクいいね、いい、うん、便利便利、便利、両手で使えるから、はい、そしたらこのこれやったことないからやってくれ、あ了解だ、合点だバラバラにしちゃいけねえのかな、そしたら炒めていく、炒めていきます。はい、炒めましょう。はい、今日はニトリの脱腸分ですね。はい。あ、中に入ってた。気持ち入れます。ナス。こういうのきちゃうで、いっぱいなっちゃったね、うん、でもしんなりするでしょ、そうだね、ね、うん、だからもうそろそろ水入れちゃっていいよ、え、いいの、うん、もういい、ほんと、うん、じゃあお水入れよっか、はい、これお水、はい、ここ混ぜとく、混ぜながら、それまでそのままでいいと思う、そのままでいい、今日はこの2種類を使ってタレを作っていきます。三角なのね。どうする？あとね、次これ。これ。はい、それでは儀式の時間がやってまいりました。本日はね、コールマンのガソリンランタン3つ持ってきました。288と 295A700、そしてノーススターですね。この3つでサイトを照らしてもらいたいと思います。それでは着火式いきます。ポンピングですね。最高ですね、いいな、最高ですはい、これからご飯を炊いていきます。大盛りですね、大盛りですよ、これパパさんですよ、キャンプでカレー久しぶりじゃない、ねえ、はい、ねえ、美味しそうです、出来上がりです今日はナスとしめじのカレーです。キャンプといえばカレー、夏といえばカレーです。はい、チキンを焼いたやつにクロセをかけたものです。サラダです。以上になります。いただきます。いただきます。美味しそう。
ぐい。この、ね、高さ微妙だな。微妙。うん。あ、美味しい。美味しい。うん。うん。美味しい。うん。うん。そういえば。うん。ご飯。うん。美味しい。バッチリね、ご飯。なんか炊飯器で炊くよりも全然美味しいね。いや、美味しいんだよ、やっぱり。なんでだろうね。なんでだろう、美味しいね。いや、これ絶対に美味しいんだよ、炊飯器よりも。ね、うん。ココイチのトッピングのように。ああ、確かに確かに。鶏肉3つぐらい乗っけちゃったりして。うん。うん、ない。カレーってやらないよね。やらない。一番最後にやったのが、それこそアリノミエンで、うん、モーターホーム乗った時だから。あ、そうだったっけ？もうだよ。もうだよ。それからやったことあった？復活してからカレーってやったことあった？ない。ないでしょ。うん、もう10年以上多分カレーやってないんだよ。うん、キャンプでは。ないよ。カレー作ったことないよね。うん、3割はうまくない。うん。ね。よくなる、うん。なんでこんなキャンプで食うの人は本当になんでこんなうまいんだろうってぐらいうまいね。うん、本当においしい。ね。クロセで焼いた鶏肉、もうトッピングしちゃいました、カレーに。いただきます。クロセチキンとカレーが、ベリーマッチング。めっちゃめちゃうまい。本当にうまい。最高。ナスカレーいただきまーす。おいしい、めっちゃおいしいです。めっちゃうまいよね、本当に。冗談でうまいよね。本当においしいです。なんでこのカレーこんなうまいんだろうって。ねえ、ナスとカレーがベリーマッチング。うん、パパさん完食です。うん、めちゃめちゃおいしい。ママさんも完食です。お試し効果と、うん、あの鍋で焼いたご飯という、うん、はい、めちゃめちゃうまかったという。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。クロスチキンもトッピングしちゃってパパさん食べちゃいました。はい、本当に美味しい夕食でした。はい、美味しかったです。それではママさんお願いします。はい、今選ぼうと思ったんだけど2人しかいなかった。チョコちゃんお願いします。はい、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。夏カレーは最高でした。えい、夏カレー最高のキャンプカレー最高、最高だね。もうこれは間違いないですね。間違いないですね。はい、本当に美味しいです、ね。はい、それではテントの中入ってきました。はい、ライブも無事終わって、あとはお休みするのみとなります。はい、今日はカレー美味しかったね。美味しかったね。すっごい美味しかったね。美味しかったよね。ちょっと食べ過ぎました。はい、いつものことですか。ですね。いつもよりも余計に食べちゃったね。食べちゃったね。本当にカレー美味しかったです。はい、はい、食べ物のことしか話してません。はい、それでは休みたいと思います。おやすみなさーい。おやすみなさーい。暑いね。これいらないね。